皆さんこんにちは、くるみです。今日は最近の購入品のお気に入りをまとめてご紹介していきたいと思います。いろいろなジャンルでお洋服から小物類、アクセサリーだったりコスメとか、あと日用品もすごくお気に入りでシェアしたいなと思うものがたくさんあるので、ちょっと長くなってしまうかなとは思うんですけど、少しでも参考にしていただけたら、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。まずは今着ているトップスからご紹介します。ボーダーってそんなにたくさん持っているわけじゃなくて、これ気に入ったと思うボーダーしか持たないんですけど、このトップスはすごくゆるさもいいなと思って購入しました。こちらユニクロのものです。今袖を曲げてるんですけど、長袖タイプで、これだけゆとりもあります。この首元もこういったちょっと長めのネックレスと合わせて可愛いんじゃないかなと思って購入しました。でこの腕の緩い感じとか、肩幅のちょっと緩めな感じとかすごく気に入って、柔らかすぎずちょっとパリッとしたようなコットン 100% です。この秋口とか、あと冬もニットのカーディガンの下に着たりとか、着回しもやっぱりボーダーって可愛いし、合わせるものによって表情が全然変わってくるので、スカートだったりパンツだったり、いろいろと合わせやすいこのトップス、プチプラでおすすめです。じゃ続いて、またまたユニクロで白のロンティーを購入しました。ボーダーはスリットが入ってて、まっすぐのカットなんですけど、こっちはスリットがあってちょっと丸っというデザインになってて、インナーとしてすごく活躍するなと思って、もちろん1枚でゆるってきても可愛いんですけど、スウェットとかニットの下に重ねてきたり、ちょっと裾から出る感じが、こなれ感があって可愛いし、あと薄さが透け感とかは全然出ないぐらいの、厚すぎなくて、こっちちょっとパリパリと固めなんですけど、この白の方は柔らかいので重ね着にすごく適しているなと思ってこちらを購入しました。万能なトップスなので、白 T 探してる方はこちらもぜひチェックしてみてください。ではお洋服まとめていきます。あとお洋服2つあるんですけど、2色買いしたものがあって、 H&M で購入したこちらのリブのパンツ、チャコールグレーのカラーとモカみたいなブラウンっぽいカラーの2色を購入しました。で今妊娠中で、マタニティのパンツではないんですけど、普通の妊娠してない時だったら多分 S サイズぐらいか XS ぐらいかなっていう感じなんですけど、今は M サイズがちょうどぴったりだったので、ここが太めのウエストゴムになっていて、このリボンで調節もできるので、あの産後も履けるパンツで、太めのこのリブがすごく可愛くて、ストレッチも効いているし、裾にかけて細くなってるというよりも少し若干広くなってる感じになるんですよね。履いたらこうやって見るとまっすぐなんですけど、履くとここがワイドになっているように見えるので、スタイルがスラッと足が綺麗に見えるなと思って購入しました。でこのグレー、濃いめのチャコールグレーなんですけど、秋冬はすごく可愛いなと思って、ちょっと迷って決めきれず2色買いしました。柔らかくて気持ちがいいので、履いていてもすごく動きやすいし、でニットのこの素材が真冬向けっていうより、秋とか冬の初めぐらいまでちょっと薄手のニット素材なので、今の時期はちょうどいいパンツです。最近お腹のサイズがどんどん大きくなってきて、履けるボトムスが減ってきたなっていう感じだったんですけど、これだと、まあ、今もだし産後も履けるし、ずっと履けるなと思って便利だなと思うパンツです。はい、お洋服は今回ユニクロと H&M の今の4つなんですけど、今から別のアイテムに移ります。ではこちらのチェーンネックレスです。シルバー925の素材のこんな感じ、キラキラとしている、私がつけているものと同じなんですけど、長さが違っていて、こんな感じですね。こっちが夫用、こっちが私用、サイズの違う2つを購入しました。シルバー925なので、専用のクロスで拭いたらすぐにピカピカになるので、で長く使うことができる素材、もちろん一つずつ単品で購入することもできたので、長いの一つでもつけても可愛いんじゃないかなと思います。でペアのアクセサリー、シンプルなものを探している方にはぜひおすすめです。はい、では続いてこちら
ブルーライトカットメガネを購入しました。ゾフのものです。今つけてるのがオンデイズのもの。こちらのゾフの方が少しこっちのオンデイズのタイプより軽いので、長時間使うときはこれを使ったり、もちろんファッションでどっちがその日の洋服に合うかなっていうので使い分けもしてるんですけど、今日はなんとなくボーダーにこっちの方が気分だったので、 35% カットのタイプ、もうちょっとブルーライトをカットしたかったら割合を上げることもできるんで、私はお外でも使えるように日常使い用で 35% カットの方にしたんですけど、これだけでももう全然目の疲れが違って、もうブルーライトカットメガネはなくてはならないアイテムになっています。やっぱり編集をしたりスマートフォン見るだけでも毎日のことだと目がすごく疲れるので、使ったことがないという方はぜひ一度試してみてほしいなと思います。このゴールドの華奢なフレームが秋コーデにもすごく合うなと思ってこのデザインにしました。はい、では続いてはこちら、私の大好きなナチュラグラッセの新しいクリスマスコフレかな、アイパレットを購入しました。今年のホリデーシーズンで新しく出たもので2色あって、私はこのアンバーオレンジという限定カラーにしました。もう一つがスパイスレッドっていうちょっと赤みのあるタイプだったんですけど、私はこのどっちかというとオレンジっぽい感じが自分の雰囲気とか肌にはいいかなと思ってこちらにして良かったなと思っています。こちらがチークにもリップにもなるオレンジっぽいカラーなんですけど、これをチークとリップだけじゃなくてまぶた全体に下地のようにポンポンポンと乗せて、その上にこれを乗せると若干の赤みがあるようなまぶたになって、秋冬っぽいメイクが簡単に完成するので、私はこのチップブラシとかに取らずに指で塗るのが調節しやすくて好きなので、アイカラーでこのオレンジの上にこのゴールドのパールをのせて重ね付けで使うようにしています。そしてこのブラウンをちょっと若干目尻のところに足したり、その時はこのチップを使うんですけど、このアイブロウのカラーがこのブラウンです。でこれだけでもうチークとリップとアイシャドウ、アイブロウまで全部完成するので、このメイクアップパレットはずっと使っているんですけど、このホリデーシーズンの限定カラーもすごく可愛いなと思って私はこのオレンジにしました。まだ販売されてすぐなのであるんじゃないかなと思います。ぜひ気になった方はチェックしてみてください。はい、続いてメイクを落とすクレンジングを紹介します。こちらが最近お気に入りのクレンジングなんですけど、チャントアチャームというところのクレンジングミルクです。普段はもうちょっとちっちゃいタイプなのかなと思うんですけど、大きい L サイズが今限定で出てるみたいで、ずっとこのチャントアチャーム気になっていて、まずクレンジングから試してみようと思ってこの限定でちょっと大きいサイズがあったので L サイズです。ミルクなんですけど肌にのせてこうなじませているとだんだんオイルに変わってきて、オイル状になったなと思ったら流すんですけど、突っ張り感が全くなくてミルクでちゃんと落ちるのかなっていう心配もあったんですけど、全くそんな心配も必要なくしっかりとこれだけで落とせる。これは少し私的には濃いメイクの日に使うようにしています。でも濃いメイクでもしっかりと落ちるので、これはぜひ皆様にも紹介したいなと思ってました。じゃあさっきのここ、いい香り、こうやってなじませて柔らかいミルクがだんだんオイルになってきて、もう本当に気持ちいい。優しくマッサージするように落としていくと肌に負担もなくて、コスメもこういったクレンジングもこう摩擦にならないように優しい成分で優しい力で洗うようにしています。今全部オイル状になって綺麗にメイクも落ちました。こんな感じですね。で香りも私はすごく好きで、最初初めて使った時にそのナチュラグラスのメイクアップクリームの香りに似てるって思って、私すごく好きな香りなので、このクレンジングミルクも同じような香りですごく癒される。もしお好みの方はきっと好きな香りじゃないかなと思います。オーガニックのクレンジングミルク、ちゃんとはチャーム気になっている方はぜひこちらおすすめです。では続いてこちらハンドソープです。
あんまりハンドソープ今までご紹介したことなかったかなと思うんですけど、こちらはベーシングシェットというブランドのもので、オーストラリアのメルボルン初のブランド、まあ、ハンドソープ次何使おうかなってもうすぐ切れる時にいろいろと探していて、で見つけたものなんですけど、すっごくしっとりちゃんと洗えるっていうのが気に入って、香りもすごく爽やかな香りがします。ペパーミント、ユーカリ、ゼラニウム、ラベンダー、天然のミネラル成分でできているハンドソープで、コロナになってからハンドソープもちょっとこだわりたいなと思っていろいろと調べて使っているんですけど、いいなと思ったので、このハンドソープを使った後は手がすごくしっとりとしているので、毎日何度も手を洗っていて爪の周りとか荒れ気味な時があって、それが悩みでもあって、アルコールスプレーもさらにするのでハンドクリームでは間に合わないなっていう感じだったんですけど、このハンドソープは洗った後もハンドクリームしなくてもいいんじゃないかなっていうぐらいしっとりしてるので、乾燥する感じが全然なくていいなと思います。あんまりお店とかにはまだないのかなと思うんですけど、私は公式のオンラインショップで購入したんですけど、 URL を概要欄に貼っておこうと思います。ここにこんなマークがついてて、ちょっと気になってこのブランドのこともちょっと調べてみたんですけど、ヴィーガン仕様で動物実験もなく動物性の成分も一切使っていないナチュラル成分で作っている石鹸で、オーストラリアのビーチをきれいに守るクリーンアップオーストラリアっていう団体があるんですけど、そこに売り上げの一部も寄付しているっていう活動もしているようなブランドだったので、そういったところもすごくいいなと思って今回紹介させていただきました。 300ml 入ってて価格も2000円しないぐらいだったので、コスパもすごくいいなと思って、しっかりと量もあってそれぐらいのお値段で購入することができたので、気になった方はこちらもぜひチェックしてみてください。はい、では続いて今しているネイル、オサジアップリフトネイルカラーの洞窟というカラーです。小さいパールのちょっとツヤツヤっとして見えるブラウンなんですけど、深みのあるブラウンで秋コーデにすごくぴったりで、爪にも優しい成分で作られてるオサジのネイルに最近ハマってて、ちょっと前はこのドロップというカラー、レンガっぽいオレンジっぽいカラーなんですけど、一度塗りですごく薄めに塗れるので、本当になんかツヤツヤっとしてドロップ感があって、で重ねて2度3度塗ったりするとしっかりと色が出てくるので、調節もしやすくて、その薄付きがすごくお気に入りでおすすめです。ちょっと前にストーリーにあげたストージョの投稿の時に塗ってたネイル、ご質問が多かったんですけど、こちらです。オサジのドロップというカラーです。オサジのネイルも爪に優しい成分なので、もうちょっと気になっているグリーンっぽいカラーとかもあるので試してみたいなと思っています。では続いてこちら、じゃじゃん、これはリーカというところのネイルなんですけど、もうずっと欲しくて欲しくてやっと購入しました。なんで今まで買わなかったかというと、色を決めきれずどうしようどうしようで悩んじゃって、もうやっとこの2色決まりました。塗っているオサジのネイルとこの瓶で見ると似ているんですけど、こちらはあのパールとかがないタイプで単色のカラーですね。またちょっとオサジのネイルとは違った雰囲気になると思います。でこちらが少しパールっぽいツヤツヤっとした真珠カラーみたいな色です。でずっと気になっててやっと購入できてすごく嬉しくて、届いたばっかりなんですけど、まだちょっと塗ってなくて、最近のお気に入りで紹介していいのかなっていう感じだったんですけども、見てわかる、絶対可愛いと思ったので今回紹介させていただきました。今度ネイルポリッシュの動画を撮ろうと思ってて、セルフネイル派の方が結構いらっしゃるみたいで、マニキュアの色私なりの塗り方っていうほどでもないんですけど、あの私も自分でセルフネイルするのが大好きで、週に 2,3 回はネイルチェンジをしているので、爪に優しい成分のネイルとかを主に使うことが多いので、このネイルも一緒に塗って紹介したいなと思ってます。
需要がどれぐらいあるかちょっとわからないんですけど、ネイルの動画もし見たいっていう方がいましたら、ちょっと急ぎ目にアップしたいと思います。今日このリーカのネイル届いたので塗りたいなと思ってたんですけど、このサジの洞窟のネイルを昨日塗ったばっかりで、その前までドロップのカラーだったんですけど、ちょっと変えるのはもったいないなと思って、今回は塗るの我慢して、このサジのネイルが取れてきたらこっちに塗り替えようと思います。はい、では今回は最後なんですけど、こちらウカのネイルオイルです。こちらはベーシックのタイプで、こんな風なロールオンタイプで、爪とかこの爪の境目部分にこうやってコロコロっと香水と同じように塗るんですけど、ほんのりとバニラのような香りがして、このロールオンタイプすごく塗りやすくて、シュッシュッシュッてするだけで、見えづらいとは思うんですけど、ここに今オイルが出ているので、この端っことか全体的になじませて使っています。香りもそんなに強くないので本当に使いやすくて、こうやってしっかりと香ればバニラっぽい香りがするんですけど、つけた感じでそんなに強い香りがしないので、お食事の時でも全然気にならずに使えるし、外出先でもこのタイプはすごく塗りやすいし、 5ml なんですけどあんまり減らない使っても使っても少量ずつ出てくるので、結構コスパも良く長持ちするオイルだなと思います。こんだけしか減ってないんですけど、結構もう使ってて、ネイルオイル迷っている方はおすすめです。ガラスのちっちゃい瓶に入っているので、まあ、割れはしないと思うんですけど、強い衝撃だったらやっぱり割れちゃうこともあるので、ポーチの中に入れて割れないようにして持ち運ぶようにしています。ちなみにこちらが最初に入ってた箱なんですけど、箱というか筒も可愛くて撮ってます。はい、あと最後って言って最後じゃなかったけど、最近のお気に入りのグリーンを紹介します。今ちょうど西日が入ってきて、すごく綺麗な影ができてるんですけど、この影の正体はこちらのパキラさんです。もうずっと私の動画をご覧くださってる方は見たことがあるかもなんですけど、100均で買ったこんなちっちゃいパキラだったのが、今ここまで立派に成長しました。毎日のようにこうやって新芽がどんどん出てきて、こっちにもすごくもう嬉しい限りです。こんなに立派に大きくなるとは。まあ植え替えももちろんしているんですけど、途中途中で植え替えしながらどんどん大きくなっています。はい、育てやすいのかな、育てやすい育てにくいはあんまりよくわからないんですけど、ぐんぐん育ってくれてるのですごく嬉しいです。はい、そしてこの不思議な形のこちらはドラゴンヤナギというもので、水に挿しています。届いた時はこういった新芽が全然なかったんですけど、水に挿して1週間ぐらいかな、今たくさんの新芽が出てきました。ずっと水を替えながら育つといいなと思ってるんですけど、初めてなのでまだわからないんですけど、もし枯れてしまってもドライフラワーとかよく使われているらしいので、ドライにして飾るのも素敵かなと思って、今からそれも長い目で見て楽しんでいこうかなと思ってます。でも育つならこの新芽が綺麗にたくさん咲いてくれたら嬉しいなと思ってます。そしてこちらがセローム、ここに今新芽があるんですけど、朝はもうちょっと閉じてたのにもうすでに夕方開いてきてます。これも成長速度がすごく速くてどんどん大きくなってるのですごく楽しみです。どこまで大きくなるのか、植え替えの時期とかも検討しながら大切に育てたいなと思ってます。そして今回ちょっと最後にしようかなと思うんですけど、こちらコウモリラン、吊るすタイプのハンギングプランターに飾っています。でこのプランターはとコウモリラン別々のショップなんですけど、楽天市場で購入して楽天ルームにも載せているので、よかったら気になる方はぜひチェックしてみてください。置くだけじゃなくてこうやって吊るしてあるとまた新しい空間が出来上がるので、お家がすごく立体的になるというか奥行きが出るなと思って、この吊るすタイプもおすすめです。はい、それではせっかく
こうやって西日が綺麗なので、この影で今日はお別れしたいと思います。本日も最後までご覧くださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。